通り小町は終身男者の能楽作品の一つ。本来の曲名は四位少々で、通り小町という曲名は広大に付けられた。原作者が衝動像であるため、説法色の顕著な作品となっている。冷え山山六で夏暗居中の僧のところに、毎日好みと焚き木を持って一人の里女がやってくる。僧は今日こそ名前を聞いてみようと思い、 尋ねてみると、その女は、おのと言いかけて、うすがしげる、資源やあたりに住むバーであり、後を弔ってほしいと言って、姿が見えなくなった。そうは不思議に思いながらも思い当たる節があり、資源やで聞いた、小のこの幽霊の話と同じであることに気づく。これは、間違いないと思い、小町をエコーするために、資源やへと向かう。そうして、 資源屋へ着くと、小町の幽霊が現れ、受海を凍ってきた。しかし、そこに4位の少将が出てきて、受海を受けさせまいとする。小町はせっかく仏法に出会えたのに、まだ地獄の苦しみに遭わねばならないのですかという。少将は二人で苦しむだけでも悲しいのに、あなた一人だけが成仏すれば、私の苦しみは、さらに重くなるばかりですと言い、そうに帰ってくれと願う。 そうの説得の甲斐もなく、少々はたとえ長着されても小町より離れまいと言い、小町の袖を引き止め、二人して涙するのであった。そうは、あなた方が、小野小町と四位の少々であるならば、少々が小町のもとにも思いを迷いした時のことを再現して、見せてほしいと願う。小町は、まさか死後に少々が、このような迷いに陥るとは、思いもよらなかったと言い、少々は、 桃よか酔えばと小町が偽りを言ったのを信じて、通ったのですという。そのうちに、少々の思いもやむだろうと、小町は思ったけども、少々は小町のことを思い続けて、粗末な格好で、雨の日も雪の日も暗い夜を通い続けた。その時の様子を再現し始める。そうして九十九夜が過ぎ、あと、一夜となった時の喜びを表し、小町の元へと急ぐのであったが、 祝いの酒は、ふっつの戒めを守って飲まないことにしたのであった。その時の一年の悟りによって、多くの罪は消え、小町も少々も、共に成仏することができたのである。猿楽談義によると、コンパルゴンモリが演じた、比叡さんの山和である小道像の作品が原作であり、後に、神阿弥が改作したとされる。それゆえに、猿楽談義では、神阿弥作となっている。 また、作者名がなくて、五院に一説が掲出されているので、ゼアミも制作に関わったと返されている。首都と同格に属する、不死や抑揚をつけて、説法を行う。そう、五院における、作者七師は、ゼアミの作と返されている修言、遊曲、連母、愛称、竹縄曲という五つの歌い方を記した、ゼアミの書、エビー梅原武、史、関関関ゆかず、脳を読む。 一応と神なかどかは学芸出版2013年ピアニッシも141から151。ありがとうございます。